こんにちは、アイです。今回はもう一回食べたい絶品グルメ5選ということで、海外旅行で今思い出してもまた食べたいなと思うものを5箇所ピックアップしています。ぜひ楽しんでください。まず最初にご紹介するのは韓国です。娘と2泊3日で行った時の最終日に食べたものをご紹介します。ここはですね、カンジャンシジャンという市場でして、こじんまりとした感じ、規模としてはそんなにこう何でも市場にとかに比べると大きくはないんですけれども、でもすごい美味しそうなお店がひしめき合っている市場でした。ね、どの屋台もむちゃくちゃ美味しそうなんですよね。日本人も結構多かったです。あー、このお店も美味しそうだな。本当だね。さあ、そんな中で私たちが選んだのはこちらのお店です。結構ですね、芸能人の、日本の芸能人のこう写真とか、それからサインとかもあったので、結構日本のグルメ番組にも出ているような人気のお店でした。あ、中から店の方が出てきてくれてご案内してくれそうです。そう、今回食べたかったのはユッケもそうなんですけど、もう一個の方を今日はご紹介していきましょう。ここはですね、多分ミオククンホエっていう名前なのかな、ちょっと韓国語読みが分かんないんですけど、ここはですね、なんといってもユッケと私が絶品として今日ご紹介するサンナッチ、これがねセットになって3万5千ウォンっていう、このメニューが食べたくてですね、このお店にしました。ユッケとサンナッチ単体で頼むよりもセットの方がすごいお得だったので、このセットにしました。うわあ、見てください、調理する前のタコです。サービス精神の、来ました。そう、サンナッチっていうのは、タコの踊り食いのことです。見てください、うねうね動いてるんですよ。ちょっとね、怖いもの見たさというか興味本位で頼んだんですね。なんか口の中に入れた吸盤が口にくっつくとか、そういう話も聞いたので一回食べてみたかったんです。ごまだれがむちゃくちゃ美味しくて、ごま油にお塩と胡椒かな、シンプルなんですけどすっごい美味しいの。うーん、コリ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 、やばい、これはなんか興味本位で食べたけど、うん、リピートしたいですね。口の中にのねにくっつくんですよ、吸盤が。それも面白いし話題にもなるし、だけどなんといっても味が美味しい。絶対ですね、韓国に行ったらこのサンナッチ食べてみてください。結構韓国だとお肉というイメージが多いかもしれませんけど、もうね、このサンナッチは絶対食べてほしいです。タコはテナガダコという種類のタコだそうで、あんまり日本では見かけないかもしれないですね。はい、ということで、もう一度食べたい絶品グルメ5選、一つ目は韓国で食べたタコの踊り食いサンナッチでした。もう一度食べたい絶品グルメ5選、二つ目はハワイで食べたパンケーキです。イエーイ。ハワイに行った時に、泊まったのがですね、まあ、通称ピンクパレスと呼ばれる、ロイヤルハワイアンホテル
もうここのホテルは建物の外観もピンク色なんですけど、もうホテルの中がもう全部ピンクなんです。で、朝食で食べた、このレストランのパラソル、そしてソファーのクッションもピンク、もうこれだけでも気分上がりますよね。ビーチサイドで朝食を頼んだんですけれども、通常の朝食の他に、オプションという形で、いただいたのがピンクパンケーキです。ちょっとね、パラソルもピンクなんでピンク色に見えるかどうかちょっと分かんないんですけどね、なんか見えにくいかもしれないんですが、これピンク色なんですよ。もうすごい可愛くないですか、見た目で。周りにこうベリーが乗っていて、でちょっとこう甘いもの、正直あの私も娘も得意じゃないので、1人1つ頼むのはちょっとなと思って、でこう家族で行ったんですけど、夫とね、で3人で1つあの食べました。で他に朝食で別なものも頼んだんですけど、でもね、やっぱハワイのパンケーキって不思議とペロッといけちゃうんですよね。1枚1枚が薄くって本当に重ねてあるんだけど、なんかね、本当に全部食べてもペロッといけちゃうぐらいの、そんな軽めのパンケーキでした。でパンケーキにメイプルとバターをつけて、いただきます。やばい。そう、これね、パン生地色だけじゃなくって、多分なんかベリー系が入ってるのかな。ちょっと酸味があって美味しいんです。甘いのがちょっと苦手だなっていう人には、本当に甘さ控えめでちょっとこうフルーティーな酸味もあるので、このパンケーキはね、本当におすすめです。で買ってくるの忘れちゃったんだけど、売店でこのピンクパンケーキの生地も売ってたらしいんですよ。私見逃しちゃって、次行ったら必ず買おうかなと思います。まあ、このホテルももう本当にすごい素敵なホテルで、ここの朝食会場のレストランもそうなんですけど、もうお部屋ももう全部可愛かったので、また、ホテルレビューという形で、ご紹介していきたいと思います。ちなみにこのパンケーキのお値段は、マリオットの会員だったので、割引価格でした。旅行好きな方だったらマリオットの会員になっておくといろんな特典が受けられるんですよ。で、まあ、こういった割引もそうだし、 お部屋のアップグレードもあるので、また詳しくはホテルレビューの時にもご紹介しますし、もう今すぐ知りたいという方はコメントに書いてください。詳しくコメントを返事したいと思います。さて3軒目は香港で食べた絶品カニです。もうここのカニめちゃくちゃ最高でした。ちょうど私が泊まったホテルのすぐ近くにあった、お店なんですけれども、最寄りの駅はコーズウェイベイっていう、駅でした。そのエリアの人気店アンダーブリッジスパイシークラブというカニ屋さんです。ちょっとですね、中に入るとあんまり観光客がいない場所で、まあ、ほぼ現地の方ばっかりでしたね。すごいにぎわってましたよ。なんかこのガヤガヤした感じとかいいですよね。香港来たって感じです。ちょっとね、一人で入るのは勇気がいったんですけど、やっぱほらカニでしょ、絶対食べたいと思って入りました。じゃん、このスパイシークラブが食べたかったんですよ。でもね、見てください、これ直って書いてあるの。直って海外で怖いよね。めちゃくちゃドキドキしながら頼みましたもん。そう、一つ一つのメニューもすごいボリュームが多かったので、なんか家族連れとかお友達とか団体さんじゃない限りはなんかね、複数頼めないなと思ったんですよね。
ほとんど英語も通じない感じのところでした。私の英語も下手くそだからかもしれないですけど、じゃん、出ました、スパイシークラブ。見てください、この中にカニが埋もれちゃってるんですよ。そして上にかかってるのが全部あのニンニク、フライドニンニクです。で、グリーンのは多分ニラかな。で、その中から埋もれているカニちゃんをこう出して食べるんですけど、すごいでしょ。いただきます。手についたニンニクも美味しいの。もう指もしゃぶって、カニもしゃぶって、いやこれは美味しかったな。で、見てください、中にね、味噌が入ってるんです。そう、味噌がついてるんです。そこをカッてすると、やばい、一人で行くとこの美味しさを分かち合えないっていう寂しさね。しかも直って書いてあって、この時お財布の中に あんまり香港ドルが入ってなくて、足りるかどうか分かんなくて、ちょっとねドキドキしながら食べたんですよ。で、本当はビール飲みたかったんだけど、ちょっとね勇気がなくてカニだけ頼みました。いや、ビール飲みたかったな。で、この爪めちゃくちゃ硬くて、全然私の力ではどうすることもできない爪でした。優しいお兄さんがですね、爪を割ってくれました。あ、危ない危ない、落とすとこだった。せっかく割ってくれたやつ、わー、美味しい。しっかりギュッて詰まった爪のところの身の締まり方、もうブリンブリンなんですよ。幸せでした。もうね、この辺りでしっかり直だということを忘れてます。イエーイ、カチ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 、美味しい。テンション上がってますね、私。そして極めつけはこの甲羅の中のカニ味噌とガーリックのマリアージュ。いや、これ本当に最高。なんかカニ味噌がなんかね、ねっとりしてるんですよ。それをほじほじしてガーリックと一緒に混ぜて食べるんですけど、ほんと1ミリも残したくないっていう感じでした。自分でもようやくコツがつかめて爪を割れるようになりました。最初素手で食べてたんですけど、途中で、あれ、みんなビニテしてるっていうのに気づいてですね、私も見ました。ちなみにお値段は香港ドルで、668香港ドルだったんです。で、しかもここはカードが使えました。よかったです。カード使えることを先に確認しておけば、ビールと白飯頼めたなと、ちょっと後悔です。皆さんも気になるときは先に確認しましょう。ということで、3軒目は香港のスパイシークラブでした。さて、4品目に選んだのは、じゃん、台湾のマンゴーかき氷です。そう、私台湾はまだ1回しか行ったことないんですけど、皆さん台湾行かれた方どうでしたか？っていうのは、なんか私台湾料理比較的好きで、日本で結構食べるんですけど、なんかね、現地の台湾料理ってすごい薄味な気がしました。日本人の口に合わないような場所に行ってたのかもしれないんですけど、あれ、なんかもっとスパイシーとか
ね、ニンニクガンガン効いてるイメージだったんだけど、なんかね優しい味だったんですよね。はい、皆さん行ってここは濃いめの味ですよってお店だったらぜひ教えてください。さあ、そんな中で、すごくもう思い出に残っているのが、シャンギュンっていうエリアにあるこのかき氷屋さんです。もうここはですね、なんて名前だったかな、ピンザンっていう、かき氷屋さんです。で、夏しかオープンしないんですよ。ここのマンゴーかき氷がむちゃくちゃ美味しいんです。だってマンゴー多分ね1個分は入ってると思うんですよ。すっごいゴロゴロ入ってるんですけど、見てくださいこれ、すごいボリュームでしょ。で、練乳もこうかかっていて、さらに甘くなっているという感じです。で、これで180元、いや、マンゴー1個分以上乗ってんじゃないかなっていうので、この値段です。もうね、幸せな甘さでした。私あんまりこうスイーツとかは好きじゃないんですけど、マンゴーは別格ですね。本当に口の中に入れるとですね、この台湾独特のふわっとしたかき氷とマンゴーの甘さと、そしてコンデンスミルク、もう最高。このシャンギュンっていうエリアは割とこうおしゃれなカフェもたくさんあるので、女性の方にはおすすめのエリアですね。結構カフェ巡りとかしてみるといいと思います。そう、この行った時5月だったんですけど、ちょっと肌寒くてちょっと震えながら食べました。それでもね、食べる価値はあります。結構見た目ボリューミーですけれども、ペロッと一人でいけちゃいます。ぜひ食べてみてください。ふるって触れてますけど。最後にご紹介する絶品グルメは、またまた韓国カンジャンケジャンです。いや、もうこれが最高でしたね。シンセという駅の近くにあるコットルネというお店です。もうなんか水槽の中にもたくさんのカニが泳いでいて、もうそこからして食欲をそそります。ここはですね、韓国好きの友達に絶対行った方がいいよって教えてもらったお店です。24時間やってるらしいですよ。すごいですよね。ケジャン、日本語を通じてちょっとホッとしてます。カンジャンケジャン、メニューも日本語で書いてあるので頼みやすかったです。私はビール、バンビール、マグロちゃん、ライス、ワンライス、韓国はやっぱりメインメニューの前にこういっぱい出てくるのがワクワクしますよね。そう、この手前にある白いレンコン、マヨネーズ和えかな、すっごい美味しかったです。あとキムチもスープも全部美味しかった。やっぱりね、なんか韓国の人ってこういうお野菜とかいっぱい食べるからお肌綺麗なんですよね。わ、来ました、カンジャンケジャンです。じゃじゃーん、すごくないですかこの見た目のインパクト。あの、ワタリガニをお醤油で漬けたものです。生なんだけど、こう漬けのお刺身っていう感じのもので、こう本当にね、しっとりねっとりしてめちゃくちゃ美味しいんですよ。まずはビールで乾杯です。韓国のビールも美味しかったな。カンジャンケジャンは日本で食べたことがなくて、最初どうやって食べるのか分かんなかったんですけどね。これもう味噌とカニの身を一緒にしゃぶりつく、これ最高でした。
今見ても食べたいわ。本当皆さん食べてください。韓国に行ったらカンジャンケジャン本当に美味しい。これだけついて、で飲み物も含めて、2人でね、8万ウォン。そう、なんか想像していたよりは払いやすい金額でしたね。ザライス、さらにその上に絞り出したカンジャンケジャン、やばい、これが美味しいんですよ。本当そう思う。いやマジで紹介してくれた友達ありがとう。若干お店によってこうつけるお醤油の味が違ったりします。ここはねみりんかな、なんか 甘じょっぱい感じ、すごい美味しかったですね。極めつけはこれ。さこの中にさご飯とか入れたらやばくない？ご飯ダイブ、コーラにご飯イン。ご飯が進みすぎてご飯泥棒って言われるゆえんがよくわかります。とこれはもう一気に韓国ファンになりましたね。いや次行こう、いつ行こうかな。季節的にいつがいいんですかね。韓国好きの方とか韓国人の方からのコメントをお待ちしております。本当この時の動画はたくさんの韓国の方からのコメントもいただいて本当にありがとうございました。ぜひですねまたコメントお待ちしています。はい、ということで5つ目の絶品グルメは韓国で食べたカンジャンケジャンでした。ということでいかがでしたでしょうか。もう一度食べたい絶品グルメ5選、海外旅行編ということで、私がもう今でももうまた食べたいなと思っているメニューを5品ご紹介しました。今回はですね、海外でしたけれども、また別な動画では、今度は国内旅行で食べた絶品グルメシリーズとか、あとは泊まってすごく良かったホテルのレビューとか、そういったものもどんどんアップしていきますので、ぜひ皆さんも、コメント、いいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。